今日の企画なんですけども、うんうん、もう前々から小沢さんの口から言うと矢沢永吉さんについて語って、うん、朝までかかるよA ちゃんと大谷翔平の話は朝までかかる。マジですか？マジですよ。矢沢さんとはお会いしたことってないよ。あ、そうなんですか、うん、っていうか俺の中で日本にもスターはいるけど、スーパーがつくスーパースターって2人しかいない。上は矢沢永吉、下は大谷翔平。年齢で言うと。いつ頃からあれなんですか？いや、キャロルは知ってる。キャロルから知ってたけど、はい、キャロル時代に熱狂的でって日比谷野音を見に行こうとかってまではなかった。あの頃だってまだ俺野球部だったりしてたから。はい、だから、永ちゃんがソロになってからかな。まあ、でも昔の A ちゃんのコンサート行くのは命がけだからな、まあ、全国の暴走族集まってくるし、やっぱりそうなんですか。機動隊出てくるの、バイクでブーッとかって全国制覇みたいな特攻服のやつらとか、はい、いろんなとこから撮ってくるの。しょっちゅう喧嘩になったりしてるし、YouTube ってでなんか上がってて A ちゃんが何回も喧嘩してると演奏途中でやめて、そこでやめて歌わねえよみたいな、はい、だから今、A ちゃんのコンサートって酒飲んだ人は入れない。あ、そうなんですか。あの、だって俺、中で見たけど、はい、徳光和夫さんも A ちゃんのファンで、はい、ずっとコンサート行ってるんだよ。それ A ちゃんも知ってるわけで、はい、ある時、徳光さんもコンサート行く前に奥さんと一緒にワイン飲んでご飯食べたの、はい、その酒臭くて入り口が閉ざって、はい、いや結局さ、みんながこう飲んできてうわーってやるの、飲まーってなるから、はい、酒禁止。昔だから甲子園球場、野球の球場で初めてコンサートやったのも A ちゃんじゃない。あ、そうなんですね。そう、その頃行ってた。だけど毎回大変だなと思ってさ、はい、全国の暴走族が集まってきちゃうからさっていうか見てた年齢もみんなさ、うん、年食うじゃんか。そうですね。だからあ、昔悪かったんだろうなみたいな、はい、落ち着いたおっさんがいるだけで服装が厳しいんだよ。コンサートですか。うん、あんまりにもいかついと入れないし、それであの公式の矢沢グッズの T シャツとか着てるのはいいんだけど、はい、非公式の着てると買って公式のに着替えたら入る。非公式のままでは入れない。入れないですね。だって日本でアーティストの著作権で戦ったのってAちゃんが一番最初じゃん。あ、そうなんですか。そう、昔からなんかのこう指針になってた人じゃん。で、俺なんかもうこうAちゃんのコンサートとかああいう DVD とかって見てるとやっぱ元気になるよね、うん、俺が去年あのバッドシティの映画やってる時にすげえアクション自分で書いて、これは自分で書いてて俺やりきれっかなとかと思ってやってみたらさ、意外に余力があってさ、全然楽じゃん、まだいけんな、でもいくつまでやるのって思ってた時に去年のコンサートワンワンでやってさ、あれ見た時にさ、この人俺より一回り上でまだキレッキレで31コーンとかやってるの見ちゃう、マジ。あとその後情熱大陸出てたんだよ。はい。だけどやっぱり2年間コンサートできなくてコロナで、でやり始めて、でトレーニングして、で体が元に戻って、今やめちゃうとまた作り上げなきゃいけないからって、自分のスタジオでゴムチューブでこうスタンドマイク振ったりするから、そういう筋肉をゴムチューブで鍛えてるんだよ。一回り上がまだやってんの、俺嘘やるのまだみたいな、やんなきゃダメみたいに自分と戦ってた人って、自分とってそういう人がいるっていうのは俺幸せだと思うよね。でも A ちゃんはミック・ジャガー見てると思うんだ。まだコンサートキレッキレじゃないの、前なんかで見たな、ミックが辞めるまで続けるとかって。でも年上はミック・ジャガーだから、もしミック・ジャガー先に亡くなっても多分 A ちゃんは辞めないねおそらくやり続けないと多分ダメだと思うし、老けちゃうと思う急激に、それをやめると。ああ、
何か別なことが見つかってそっちにガーッといけるものがあればいいけど、はい、そういう指針になる人っていうのが俺はスーパースターだと、まあ、決してあの夜空から落ちないさ、うん、だから万が一エイちゃんがこういつかどっかで亡くなったりするときに流れ星のようにこう流れてどっかに消えていくっていうのがスーパースターであって、でそういう同じ美しい消え方って言ったら安室奈美恵、はい、スーパースターってずっと空に輝いてなきゃいけない、はい、それを72まで50年間走り続けるんだもん、うん、そういう指針になる人ってあるじゃん、はい、俺の中でやっぱり矢沢永吉、大谷翔平ってこういるけど、やっぱりさんまさんなんかはこう吉本だったり芸人の中ではやっぱりスーパースター、うん、ちなみに小沢さんのその引き際というか引退みたいなって考えることってあるんですか。だからもういいかなってバットシーの時にちょっと思ったんだよね、うん、でもエイちゃん見てたらやめらんねえなと思ったんだけどだから引き際は俺が死神になる時だ矢沢さんも YouTube されてるのかなと思うんですけど、見てるよ、矢沢吉ちゃんの登録してる、はい、毎週金曜日配信だから、はい、毎週見てますもしかしたらコラボないね、俺ちょっと緊張したからやめてだって俺今は失礼かもしれないけど今が一番歌エロいと思う A ちゃんの歌、 A ちゃんってラブバラードがエロい、立ってるだけのオーラで本当あんまりラブバラードとか動かないんだよ、はい、矢沢永吉っていうキャラが熟成されてもう完璧になってる、それだけ影響を人に与えるというか、あれは与えるでしょう。イギリスで A ちゃんがそのロッド・スチュアートとかなんかそういうさすごいミュージシャンが集まる昔のロックンロールのフェス、うん、たった一人で出てる日本人で、日本の矢沢とかって紹介されてんだけど、みんな出てきた時多分見たことないじゃん、うん、キレキレ踊りすげえし、一人バーッあっち右行け左行け、どんどんみんなこう、わーの後ろの バンドの人間も A ちゃんの踊り見てて、だんだん楽しそうにこう弾き始めて、で終わったらあの A ちゃんのコンサートみたいに歌い終わったらバーッてもう消えていく、このかっこいいさやるな日本人かっこいいと思ったわ俺みたいな、それを一人やってるじゃんやっぱり A ちゃん、はい、あのすごさがすごい。じゃあ最後締めをあのまだもうじゃあ矢崎氏どうやったらいいでしょう、まだまだいけるんだよ今日はこれぐらいで、ぜひカメラに向かってあのコラボのご依頼をいや無理俺が緊張するやめて、それはもうコラボはいい、そんなおこがましいですよ